あの中山きんにくんさんがあの朝倉未来選手と動画でコラボをされていたんですけどそれがあの中山きんにくんさんの,その身体能力というか格闘技をこう飲み込む才能の速さっていうんですかねそれがえぐいっていうことで年末の格闘技イベント「雷神ですよねそれにこう出場しないかっていう <laughs>。 そういう話までこう及ぶっていうんですかね。まあ、朝倉選手が出たらどうですかっていうところまでなんですけど、これ <laughs>、あの、ほんまにそうなったら、めっちゃ面白いと思うんですよね。その面白いっていうか、お笑い、お笑いとしてもうちょっと面白いと。え、中山筋肉きんに君、あ雷陣出んのみたいな、それマジで言ってんのみたいな、それボケなんどっちみたいな、<laughs> そういう笑いとしての面白さもあると思うんですよね。だから、 ただ単に格闘技としての面白さだけじゃなくお笑いファンもちょっと注目する可能性があるんですよだからあの話題性がものすごくあると思うんですよね。中山んにくん格闘会転身とか言ってあのまあこの1年か2年ぐらいだけでもあのやってみたらそのすごく注目されるというか脚光を浴びるんじゃないかなと思ったんですよね。今のままというか、 あのお笑いの舞台で時々出てきてでボディービルやっているともうみんなそれはもうかなりの人知ってると思うんですよねまあお笑いファン以外の人あんま知らないかもしれないんですけどだいたいちょいちょいテレビ出てきてまあお笑い撮ってまあボディービルやってんねやでもそれぐらいなんですよここで格闘技年末試合出ますよってなったら「何?」ってちょっとそれは見てみようかなって。 えー面白いななってなると思うんですよねしかも今回のこの朝倉選手とのその動画ですよねこれを見てるとそのものすごい才能があるとで朝倉選手自身がもう疑い出すんですよね途中でこれドッキリなんじゃないかとこん,こんなにあの初めてやる人が上手なわけないとそれぐらいすごいあの才能を開花させるんですけど筋肉自体が ものすすごく真面目な人な人んですよだからあの今ボディービルをガチで真剣にやってるっていうんですかねだからめちゃくちゃムキムキなんですよだからボディービル面白くて多分筋肉にはやってると思うんですけどその真剣さがちょっとちょっとの間格闘技に向いたらあ,あれだけのその初期設定の,その身体能力がある人が真剣に トレーニングをする。んに君さんっていうあの,あの人間性の真面目さで真剣にトレーニングに取り組んだら結構面白いことになるんじゃないのかなと思うんですよね。わりかし経験者の選手を相手にして試合させてもそこまで危険なことにならないっていうんですかね。勝てることはなかったとしてもそういう方面での興味も出てくると。 負けたら負けたで別に普通にお笑い芸人として美味しいと。これは僕は、あの <laughs>、真剣に考えてみてもいいんじゃないのかなと思うんですよね。あの、格闘技をやってしまうとボディービルとしての見せる筋肉、大きく見せる筋肉っていうのが、こう、細くなってしまうということを、まあ、筋肉のさんは心配されてるんですけど、 12年ぐらいやるぐらいだったらあのいいんじゃないのかなと思うんですよね、まあ、もう42歳なので格闘技ももうギリギリだと思うんですよ、ギリギリアウトぐらいっていうんですかね、朝倉選手はまあいけるって言ってたんですけど、あの相手もそれぐらいもう30代後半とかの人とかでやってみたら、かなり <laughs> 面白い、もうとりあえず話題性だけはもうすでに出ると思うんですよね。 格闘技に年末に、ま、ガチでやるってなったら、こう、面白いと思うんですけどね。あの、まあ、動画自体もめっちゃ面白かったというか、その、なるほどとそ、そう、いろんなことに、こう、その、朝倉選手自身が、こう、気をつけてやってるっていうことがもう分かるんですよね。格闘技においてっていうか。だから、あの、ぜひ、あの <laughs>、 僕はそのきんに君さんがこう年末にまあ来人も来人よりあのダウンタウンの方をいつも見てるんですよね年末は。なんかそんなに昔はあの山本キッドさんとかがやってた時はあの時々そっちもチャンネル変えたりして見たりはしてたんですけど何て言うんですかね最近あんまり年末の格闘技ってが面白いとはもう思わなくなってたんですよね。 だからに君さんが出るってなったらかなり見る人がこう増えるんじゃないのかなっていうそういうことは思ったんですけどまあただの,あのしょうもない感想なのであのまあ朝倉選手の動画はめちゃくちゃ面白いので中山筋肉んに君さんにいかに驚くかっていうことですよねあの冷静な冷静なというかそれでもあのひょうひょうとしてるんですけど普段より明らかに感動してるんですよ。 筋肉さんの動きに対してこう興味深そうにしてるというかいつもよりこう何て言うんですかねノリがいいっていうんですかねもう体全体にこう現れてる感じがするんですよね朝倉選手自身が「おすごいこの人マジで」みたいなびっくりしてるっていうかそれが伝わってくるというかだからそんなに才能がある人がしかも真面目な人ですよね 真面目にボディービルしてあんなに体を作り上げれる人が真面目にこの一定期間だけ格闘技やってみたらどうなるのかそ,その興味だけでもめちゃくちゃ興味深いというかまあそんなこと思いました筋肉にんさん自身のそのキャリアっていうんですかねこううそこにもこうあれがつくというかこう色がつくっていうんですかねまああの ただのゴミのざれごとです。以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。